皆さんこんばんは、ちゆです。はい、イエイ。ということで今日はまたまた一人でね、どっかに行こうとしているところなんですが、見てください皆さん、このどん天、もう素晴らしいぐらいのどん天日和でございましてね、今日は。はい、まあこんなね、天気も下り坂、そして私の気持ちも下り坂になってしまうようなね、こんな天気ですが、今日の OOTD、まあコーディネートちょっと紹介しましょうかね。はい、こんな感じで、はいはいはい。ということで、まあそんなね、ちゆさん、今日はまたまたぶらり歩いてどこへ行くんですかっていう感じなんですけれども、またまた皆さんから大好評いただいてる一人〇〇シリーズ、もう何回目でしょう、何回目かわからないですが、一人〇〇シリーズを今日もお届けしていこうと思います。雨最悪や。まあそんな今日行くお店なんですけれども、まあ、こちらもね、皆さんきっと行ったことがある方が多いんじゃないでしょうか。じゃーん、大トロ、大トロ食べたいですねではなくて、こちらのサイゼリヤさんにお邪魔したいと思います。マジでね、湿気で、もう私の天敵は湿気、ただ一人なんですよ本当に。もう湿気でね、セットしてきた髪もこううねうねしちゃいますわね。まあこんなちょっと今日はビジュ悪めでお届けしていくんですけれども、まあそんな今日はね、まあ、お腹は減ってるということで、こんな感じで、サイゼリヤさんといえばね、皆さんもきっともう金欠の味方っていうぐらいね、本当にお値段がお手頃で、みんなもきっとね、ファミレスの中では結構行ったことある方多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、今最近はなんかこういうオーダーシート制でね、頼むみたいなので、早速もう食べたいやつを片っ端から頼んでいきたいと思います。私は結構もう本当にちっちゃい頃から来てるので、私が学生とか中学生とかの時かな、サイズが流行りだしたのわかんないんだけど、そのぐらいの時からよく行ってるんですけど、もうね、頼むセットがね、ある程度決まってて、あんまりね、冒険せずにもう好きなやつを食べます。そしてね、そんなサイゼリヤといえば、私が大好きな、じゃーん、間違い探し。はい、もうね、あの待ち時間は間違い探しにどれだけね、本気になってどれだけの数見つけられるかっていうのが私の中でのね、毎回のノルマなので、まあ、今回はまあね、あの月に何回来たい、多分月ごとにこれ変わるんだけど、何回か来る時もあるので、そういう時は、まあ、前回の自分をどれだけ超えれるかっていう感じで、いつも本気になって、子供よりも本気になって間違い探しをしております。この間違い探しさ、めちゃくちゃハードル高いよね。こんなん子供絶対わからないよっていうぐらい大人でも難しいので、まあ、あの大体いつも答えを見ますネットに転がってるんでねはい、まあそんなこんなでお料理を待ちたいと思います。サイゼリヤといえば、このなんていうのかな、絵画がありますよね、店内に。なんかこれを見に来てる人もいるらしい。嘘、知らないけどまあそんな絵画とともに、早速1品目の小エビのサラダが到着しました。はい、まあ、小エビのサラダはね、私もサイゼに来たら、それこそ前ね、ドレッシングが超好きって話したと思うんだけど、この小エビのサラダは鉄板でございます。このね、本当にサイズのドレッシングはマジで美味しくて、サウザンドレッシングに似てるかな、多分味的にも色味的にも。サウザンドレッシングだっけ、あれに似てるんだけど、本当に私は好きで、もう最近は買って帰ったりしないけど、このサラダのドレッシングだけでも販売してるので、家に帰って好きなだけかけて食べれるっていう、こうお得な
こともしたことがあります。さてサラダを食べているうちに、なんとじゃーん、ミラノフードリアも到着しました。そして今回は、はい、パスタも頼みました。はい、今日も京都で大食いチーズさんでお届けしていこうと思います。やっぱりね、前回のコメント欄でもあったけど、いっぱい食べる君が好きっていうことで、みんながね、いっぱい食べてる女の子見るのは清々しいっていうことなので、潔く可愛らしい小食のパクって感じじゃないんですけども、がっつり食べる大口開け女を、よかったらね、ぜひ最後まで見ていただければ嬉しいなと思います。もうね、食べることに必死すぎてインスタント撮るの忘れたんですけど、ミラノフードリアがこちらです。そして横の汚いのが食べかけのパスタです。でもこのね、たらこのシシリーフめっちゃ好きなんだよね。そして安定のミラノフードリア、なんとなくサイズといえばミラノフードリアかなと思って、今回ちょっと久しぶりに食べました。結構いつもはハンバーグ食べたりとか、なんか結構そうだね、ハンバーグが一番食べるかな、なんだけど、久しぶりに今日はドリアの気分だったので、まあ、ドリアの中での定番といえばミラノフードリアということで、このね、ミラノフードリア300円だからね、もう本当に安いよね、サイズって。なんでこんな安いんだろう。最近ね、動画のコメント欄でも、ちゅうちゃんってよく食べるねとか、大食いだねって言われるんだけど、なんか大食いっていうよりは、なんか食べれるんだよね、全然、胃のキャパは。なんだけど、いつもは太ったりするから、まあ、控えめにしてるんだけど、多分ね、胃自体はでかいのかもしれない。でも、そのなんか大食いアーティスト、大食いアーティスト大食いの人たちみたいな、こう、動画にできるほどの、めっちゃ大食いってわけじゃないから、前も言ったと思うね、これ。うん、よく食べる女です。なのでまあね、お付き合いされる方はこのぐらいの食べる量にはね、まあ、びっくりしないようにお願いいたします。そんなこんな言ってる間に完食ということでですね、まあ本当にもうサイゼリア私大好きなので、結構プライベートでもよく来るんですが、皆さんもねぜひサイゼリアで、もう本当安いからね、どんだけ食べても罪悪感がないので、ぜひ皆さんもお近くのサイゼリアに行ってたくさん食べてみてください。はい、それでは今日は珍しくですね、お家に帰ってからの様子もお届けしようと思います。前の動画でもねお話ししたんだけど、いつもこうやってね YouTube で好き勝手食べてるので、そんな私のヘルシーな夜ご飯のメニューを紹介していこうと思います。じゃーん、こちら今日の夜ご飯はブロッコリーと鮭、これだけでございます。はい、この味付けはね、もう切って入れてマキシマムっていうね、このスパイス、このスパイスをかけるだけでございます。もう本当にめっちゃこれだけで美味しい超時短レシピでございます。そしてお水を入れ、ポットを沸かし、この後あるものを作っていきます。もうね、私は最近マジ夜ご飯本当にね一生食べてる、これをめっちゃ飽きないんだよね。
もう油引いて、まあ、ブロッコリーとかなんか切ったやつ入れて、まあ、今日はねちょっと小ぶりだったから鮭2個なんだけど、大きいやつだったら普通に1個ドカーンって乗せてる感じかな。たまに鶏のささみとか胸肉とかちょっとヘルシーな肉系も焼いて食べたりします。そんな感じで、まあ焼けたら鶏皿に移して、もうほんとこれだけ。これにまあちょっとこの日は乗せなかったけど、もずくとかねを小鉢に入れて出したりとか、それぐらいのヘルシー簡単メニューでございます。そしてしっかりね、女性は体を温めなきゃいけないので、汁物はこちらのお吸い物を使っていきます。これもねめちゃくちゃ美味しい、本当に松茸のね超いい味がするので皆さんおすすめです。これはもうただお湯で溶かすだけなので超超超手軽レシピでございます。はい、ということでね、今日は私の超プライベートご飯をお届けしていこうと思います。このねブロッコリーはこの焦げ目がめっちゃついてるくらいが香ばしくて超美味しいです。鮭もね結構焼きすぎても皮がパリパリして美味しいので、ささみとか鶏肉とかの、やつは焼きすぎると結構肉が硬くなっちゃうので、結構分けて調理したりっていうことがあるんですけど、鮭はね一緒に焼けるから超お手軽だし、しかも安いのよ。何よりも安いし、ヘルシーだし、この手間のかからなさ、私料理本当に嫌いなんで、洗い物もしたくないし大嫌いだから大嫌いなので、こういうのが簡単に作れるとすごい助かるなって思って、最近はこんな感じのヘルシーレシピで、まあなんとか帳尻を合わせようと必死でございますまあでもね、結構これで夜ご飯はお腹満たせれるので、なんか昔はね逆になんか減らしすぎたりして、夜ご飯をなんかお腹が夜中に空いたりして苦しかったんだけど、お腹空きすぎて、だけどこのメニューにしてからは本当にお腹の腹持ちもめちゃくちゃいいし、本当に長続きできるのでおすすめです。まあね、最近はこういうヘルシーレシピ食べてるけど、本当に普通にムチムチ気にしない時は全然朝も夜も昼も好きなの食べてる時もあるし、ただ最近はなんかダイエットしたいけど、まあ、撮影もあるしっていう時はこんな感じで帳尻合わせております。まあ、参考になるかはちょっと分かんないんだけど、ぜひよければダイエットしてる方は参考にして作ってみてくれたら嬉しいです。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、通知オンの方よろしくお願いします。それでは以上、ちゆでした。バイバーイ。